今日は体にいいレンコン炒めします。フライパンにまず油をかけて、火がよく通るように炒めてください。ある程度炒めたら醤油を入れます。オリゴ糖を入れてください。思ったよりちょっと多めですね。味が染みるまでしばらく置いてください。じゃーん、完成しました。レンコン炒めの良いことは、大量作っても冷蔵庫に入れて長く食べることできますので、忙しい時にすぐ食べられるからいいと思います。今日も美味しくいただきます。ありがとうございます。